マルヨ・マティカイネン・カールストロームは、フィンランド、ウーシマー・ケンロホヤ出身の元、クロスカントリースキー選手、政治家。1980年代にクロスカントリースキーの国際大会で活躍し、現役引退後は国民連合党に所属して活動している。1984年のサラエボーオリンピック代表に抜擢され、5平方キロメートルに、リレーでは、 銅メダル獲得メンバーとなった。1984年12月13日にイタリアのバルギソールで行われた 5km でクロスカントリースキーワールドカップにデビュー19位となり1985年ノルディックスキー世界選手権ではリレーで4位となった。翌1985年12月7日にカナダで行われた 5km で ワールドカップ初勝利を挙げるとそのまま好調を維持して1985から1986シーズン総合優勝を達成した。1987年、ノルディックスキー世界選手権では 5km 金、10km 銀、20km4 位、リレー6位の成績を残し、ワールドカップシーズン総合では2連覇を達成した。 1988年のカルガリーオリンピックでは5キロメートルで、金1 0トルと、リレーでは、銅と三照のメダルを獲得。ホルメンコーレンスキー大会ではこの年に新設された3 0トルの初代王者となり、ワールドカップでは、総合三連覇を達成した。自国フィンランドで開催された1989年、ノルディックスキー世界選手権では1 5トルと、リレーで、 金メダル、10km フリー奏法で、銀メダル、10km クラシカル奏法と 30km で、銅メダルと、出場5種目すべてでメダルを獲得した。24歳にして、数々の栄光を得たマティ・カイネンは、このシーズンを最後に、ヘルシンキ工科大学での研究に専念するために、現役を引退した。1992年に、工学の修士号と MBA を取得して、 大学を卒業、フォートムグループで働く一方、1995年にアーン・マティアス・カルストラムと結婚し、3人の子供を設けた。政界に進出し国民連合党に所属して、1996年から欧州議会議員、フィンランド国会議員、エスポーシュ協議会議員、民連合党副党首などを歴任する。フィンランドスキー連盟理事。 フィンランドオリンピック委員会副委員長、国際スキー連盟理事、欧州エネルギー財団副委員長など数々の要職を務めている。ありがとうございます。